張恩寺は、台湾南部の平東県、久し春珍猫花頭にある寺院。太平洋戦争での戦没者を弔うために、建立され、フィリピン諸島との間のバシー海峡を望む位置にある。1981年8月に、猫花頭の高台に建てられた約100坪の2階建ての白亜の仏像で、釈迦荷仏像が奉仕されている。前提には、 高さ約2メートルのブロンズ製の観論像が黒大理石の台座の上に安置されている。太平洋戦争中、バシー海峡は日本本土と南方を結ぶ重要な航路であったため、航行する船舶が潜水艦を中心とするアメリカ海軍の熾烈な攻撃を受けて輸送船の墓場とかし、台湾南部の海岸にも犠牲者の遺体が多数漂着した。超恩寺は、 日本軍をはじめ、この付近の海域で撃沈された船舶や艦艇と、共に海没したバンコクの人々を慰霊するために、混流された。寺の混流は、太平洋戦争中の1944年に、バシー海峡で米軍の潜水艦によって撃沈された、輸送船、玉ツマルの数少ない生存機関車である、中島秀治の仲間の慰霊をしたいという強い熱意と、 それに共鳴した台湾の民間の人々の協力によってなされた。敷地の購入や建築費用には中島の資材の他遺族からの寄付が当てられた。2009年、長恩寺の土地が第三者に売り渡されたことによって長恩寺が取り壊される可能性があると指摘されていたが裁判、和解を経て2015年には長恩寺関係者が地権者になっている。 正恩寺は2015年8月時点で建物の老朽化により維持が難しい状態になっていると報道された。かつて中島が異例島の敵地を探し歩いている時に出会って、志に共鳴し、寺根流に協力したご昌兵、金助栄夫妻が資材を投じて修復し、2016年から台湾在住の日本人らによる慰霊祭が行われている。所在地は、 台湾兵東県、久し春鎮下泉路72号。特に目印はなく、目立つような建物でもない。常駐人がおらず普段は開放されていないため、公式サイトでは来訪の折には、事前の連絡を求めている。ありがとうございます。